今回は、はテオ辞典を紹介します。250名の作家の作品から5と5の結びつき60万例を再録。一1つ上の文章表現を目指す各人のための辞典」昔翻訳の勉強会に参加していた時日本語の使い方に関する辞書がないことに不満の声が多かった。結局、翻訳をする人は、 その都度の仕事の中で必要な言葉を拾い集めて自分でささやかなコロケーション辞典を作るしかなかったその意味でこの本は言葉に関わる人が待ちかねていた辞書だと言える日本語を学習している人にも役に立つだろう一つだけ注意がいるのは一般の書籍雑誌がデータベースとなっているのですべてが 正しいいい表現であるとととは限らないということだ理念の本ではなく現実の言葉を集めているという点で現代の日本語の見取り図でもある一人の著者20年の老作に拍手を送りたい。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったら チャンネル登録をお願いいたします。